一方、JFL で首位を走るいわき FC は、J ビレッジスタジアムで去年の JFL の覇者、ヴェルスパ大分と対戦しました。いわきは序盤から再三ピンチを招くものの、キーパーの坂田を中心にゴールを守り抜きます。その後、いわきは果敢に攻め続けますが、大分の守備陣の牙城を崩しきることはできず、試合は0対0の引き分け。また今日は2位のホンダ FC も引き分けたため、2位との勝ち点の差は変わらず4のままとなっています。